今はドラゴンズ再建の時、若手に道を譲ります。奇跡の男と言われた矢沢健一が17年間の現役生活に別れを告げました。昭和55年、矢沢が2度目の首位打者に輝いた頃のバッティングです。左右に打ち分けるその技術は芸術とまで称賛されました。再起不能と言われたアキレス腱の怪我を克服し、この年3割6分9厘をマーク、カンバック賞も獲得しました。鳴り物入りで中日に入団した矢沢は周囲の期待通り新人王も獲得、順風満帆のプロデビューを思わせましたが、この頃からすでに矢沢は左足のアキレス腱に爆弾を抱え、痛み止めの注射を打ちながら試合に出続けていました。足にいいと聞けばどんなトレーニングも試みました。真冬の自主トレでは裸足で霜が立つ芝生の上を走り続けたこともありました。昭和51年のシーズン最終日、この日矢沢は4打数3安打して2厘差でトップに立つジャイアンツの張本を抜いて初の首位打者に輝きました。人は彼を奇跡の首位打者と呼びましたが、表面の華やかさとは裏腹に、この後絶望に似た苦悩が矢沢を待ち受けていました。昭和54年の串間キャンプ、アキレス腱の痛みがついに爆発し、矢沢は全く走れませんでした。キャンプ途中でナインから離れ治療に専念、全国30にも及ぶ治療院を訪ね歩いた結果、酒マッサージに出会い、再生への道を歩き始めます。現役生活17年、1931試合に出場した矢沢の終身打率は歴代9位の3割2厘。去年シーズン終了間際に達成した2000本安打は波乱に満ちた矢沢の野球人生の集大成とも言えます。数々の栄光を残し、矢沢は静かにバットを置きました。その矢沢選手じゃなかった、引退したんだから矢沢さんだ、はいはい、スタジオにおいでいただきました。ご苦労さんでした。どうも17年間そうです、はい、確かあなた20年やるって言ってなかった。背番号まではやりたかったんですけどね。でしょ、それから僕が覚えてるのはヤクルトの若松君との約束、甲羅県 の屋根付き球場ができるまで、現役やろうじゃないかって言ったでしょ。最初に出したのは私なんでね。あなたから言い出したんですよ。それで彼がフォアストへ行きましてね、ヒットで、うん、俺は甲羅県のドームまでやるからなっつったら、屋根付き球場までおいそんな時までやるのかなっつって言ってね。それから彼がそれを目標にして、また来年からやりますよ。どうして辞めちゃったんですかあなた、言い出しっぺが。いろいろとね、やっぱり世の中やっぱり難しいですね。本音を聞かせて、なぜ辞めたか。球団側とはですね、来年やるということで、一致してたんですけどもね、やはり現場監督は星野誠一さんですから、そうですやはり最後は誠さんと話し合ってじっくり話し合って、話し合いました、それはもうこれで決断しようと思いまして、矢沢そうこう言うんですよね、誠さんはね、矢沢あと3年できるならばね、現役でやれと。ちょっと待って、あと3年できるなら現役でやってくれと、であと1年しかやらないならば、もうやめろって言うんですよ。1年なら、それで考えた。考えましたね、3年はちょっとしんどいですね。でそれと優勝できるね、チームならば、ドラゴンズは来年ですね、お前を必要だと、お前はお前の力をね必要とするときは必ずあると。しかし、今はね、今のドラゴンズは立て直す時期だと、そういう時期にお前がおるってことはやっぱり、俺も使いづらいし、ね、やっぱりどうしても若手主体になりますからね、でベンチにおってもやっぱり日々もんもんとね、こう長いですかね時間は。そりゃそう、やってればこれは短いですけども、でそういう中でやはり監督として、見るに忍びなくなると、やはり今まで築いてきた、栄光だとかプライドだとか、そういうものがやっぱり崩れ去るっていうんですよね。しかしその話し合いはなかなか実のあるいい話し合いだったようですね。そうですね、で決断した。そうですね、すっきりしましたか。すっきりしました今では。しかし体まだいける、私の見たところ、いやもう最後にね、今年は特に前半悪かったですけども、終盤すごくこのバッティングっていう何たるかをね、少しこう分かってきたんですよね。ボールまだ飛ぶでしょ。この間も若松君と話しましてね、
まだお前より飛ぶけども、ええ、言ったら彼笑ってましたけど彼この間聞いたらね、ええ、どうも僕は頭で考えることと体はね、ええ、違うことやるんですよ、あ、そうですか、ダメですわなんてもう言ってたけど、ええ、しかしあなたの方がねスイングのスピードが速い、どうですかこれ撤回してね、パリーグ DH どっか僕話持ってきましょうか、あ、そうですね、3年、はい、3年いいですねいや冗談抜きにね、あなたの特にね手の使い方はね、まあ絶品だしね、まだもう十分いけるような気がする、DH なら、あ、この足の方どうですか、問題のこの足の方は、これが爆弾が抱えてますね、左足ね、やっぱり爆弾抱えてる、あ、ただ DH ならまずいけるんじゃないですか、なんとかできるでしょう、今でも痛みは少しあるんですか、ありますね、あら、うわ、でもそれも一つあるでしょうね、やめようというね、そうですね、五体満足じゃないですもんね、みんな、私だけじゃなくてやはり衣笠さんでもやっぱりもうどっかしらくてね、満身創痍だもんやってますからね、そうですか、あ、でもすっきりしましたね、そうですね、やはりしてないかな、いや、してます今では、そうですか、やはり腹いっぱい食べてはね、これは本当に消化不良を起こしますから、8分目ぐらいで抑えて余力をね、残した方がいいんじゃないですかね、それはそうと、あのフジテレビのプロ野球ニュースの解説に私たちのスタッフの喋る方は自信ありますか、いや、ないです、よろしくお願いしますいや最近大役もそうだけど喋るのうまいんだ、うまいですね、あなたも明るいしね、雰囲気いいからかなりいけるんじゃないかな、いや、あまりね、うまくなりすぎてもね新谷さん危ないですよいや、私はもうしたら脱ぎますよそうですか、はい、まあどうもご苦労様でした、それからこれからよろしくお願いします、よろしくお願いします、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました。